こんにちは。人生は地獄ですね。でも地獄って誰も見たことがないんで、地獄ですよって言われても何とも言えないですよね。だって人によってはね、部活が地獄ですとかね、言うわけですよ。自分で好きで入っといて、で、あの頃は地獄だったとかね、言うんですよね。まあだから慣用句になってるんですよね。戦地解放業を成し遂げた方は、まあその成し遂げた視点で地獄って言ってるんで、とても私たちが想像しているような地獄ではないと思うんですよね。まあそれと同じように、例えばね、月収が100万を突破する人の考え方や見えるものっていうのはまた違うんでしょうね。でも言えるのは、月収100万の人でも月収5万や10万のことは分かるんですよね。つまりは、まあどこまで登ったかによって見える景色が違うのかなというところですよね。だから5階建てのビルの5階から見える景色のことを、2階以上に行ったことがない人が、そこは上の方はね、怖いんだ、風が吹いてるんだ、鳥にさらわれるんだ、階段はきついんだとかね、思ってるのかもしれません。でも登ってみると、1階や2階にいて、この景色、そこから見える青い空に気づけない方に、なんでここに来ないのかなっていうふうにね、思っちゃうのかもしれませんね。まあ登りきるまで景色は見えないということなんですかね。まあ地獄、この世は地獄、まあそう見えるのかもしれません。確かにね、千日解放業で登り詰めた人から見ると、百鬼夜行の地獄を私たちは演じてるのかもしれません。いってらっしゃい。